1日20秒でほっぺただけピカチュウにする方法をご紹介します。これは合法ですがかなりヤバい方法なので気をつけてやっていきましょう。何がヤバいかって、ピカチュウのファンに僕がボコボコにされる可能性があります。やる前に保存といいねだけ押してください。1、頬骨に手の腹を当てます。2、机に肘をつきます。3、頭を脱力して20秒待ちます。OK です。先ほどよりもほっぺの位置が上がってピカチュウに近づいてますよね。いや失礼にも程がある。毎日20秒続けるだけでほっぺの位置がぐーんと上がります。ぜひやってみてください。